モヨロカイズカ、モヨロカイズカ、モヨロカイズカは、北海道網走市北一条から、北三条東二丁目にかけてある、オホーツク文化の代表的遺跡である。網走川川口左岸、オホーツク海のそばに位置する。国の史跡に指定されている。本カイズカ名は、当時のアイヌ人がモヨロコタンと呼んでいたことから、1918年に、米村清井によって付けられた。モヨロは、 アイヌ語で、入江のうち、あるいはところという意味。本海塚は、網走川川口の左岸にあり、標高5メートルの砂丘大地に立地する。変年的に、日本の縄文時代晩期に並行する時期から住居が作られ、俗縄文時代が続いた。さらに、おほうつく文化に変わっても集落が営まれた。住居は、縦穴式で、 死者は貝塚に埋葬された。オホーツク文化の大型住居には、怪獣、ヒグマなどの骨が丁寧に並べられていた。貝塚からは、屈葬された人骨が多数見つかった。多数出土したものには、骨格器、土器、石器があり、また本州で製作されたと見られる鉄の刀や、矛、大陸から持ち込まれたと見られる青銅の鈴などがあった。 土器や骨格器にはクジライルカ、クマの彫刻が見られる。牙でクマなど動物をかたどった像があり、中には優れた造形の牙製女性像もある。道具類の比重から怪獣の狩猟に重点があったと推測されている。1913年に網走を訪れた青森県のアマチュア考古学研究者、米村清江が発見し、 学会に報告した。発見した時から、縄文文化とも、アイヌ文化とも異なる文化の存在を知った米村は、阿は、網走に住むことを決めて、米村理髪店を開業し、傍らで遺跡の調査と研究に携わった。大正時代には、この遺跡の文化が、北方的な独特のものであるということ以上は、わからなかった。 1933年にオホうツク海の南沿岸に広がるオホうツク沿岸文化が同時代の北海道の文化と別個のものとみなされるようになった。共有オホうツク文化である遺物を保存・展示するために1936年にしりに北見郷土館が建てられた。もよろ海塚は同年12月16日に国の史跡に指定された。 1941年1942年、海軍施設建設のため遺跡の一部が破壊され、緊急発掘を受けた。100体を超える人骨と多量の土器、石器、骨格器、金属器などが出土した。北海道大学医学部、大場敏夫によって、資料報告及び移行されている。遺跡指定時28件確認されていた。 住居士は、このため現在には、約20に減った。戦後、1947年から1951年に、かけて、大規模な調査が実施された。平成期初めの発掘で、約80基ほどの墓が密集して発見され、また大麦はじめ多くの栽培植物の種子が、見つかっている。もよろ貝塚館2013年5月開区後遺跡は、 もよろ貝塚館を中心にした公園として整備されている。北見郷土館の更新である網走市立郷土博物館にも展示がある。2003年と2004年に発掘が行われ、土星の熊像など多数の遺物が見つかった。もよろ貝塚館は建て替えられ、2013年5月1日に新館が開館した。ありがとうございます。